どうも、キングコングの西田貴弘です。お笑い芸人をしたり、絵本作家をしたり、国内最大のオンラインサロン西田貴弘エンタメ研究所の運営をしたりしております。さて、今日はですね、諦める権利というテーマでお話しさせていただきます。まあ、諦める権利は今のお前にはないぞっていうようなお話ですね。えー、お付き合いいただけたらなと思っております。本題に入る前にお知らせをさせてください。えー、近婚西野のマーケティング講座2024上級編の受講者数が、 4,977名になりました。どうもありがとうございます。もう間もなく5,000名でございます。えー、こちらの近婚日野のマーケーティング講座、私、西野は黄色がですね、日本とアメリカで、えー、どうやって商品、サービス、作品を届けてるんだとか、えー、どうやって集客してんのみたいな。まあ、失敗することも多いんですけれども、えー、ま、ここを押さえとかないと話になんないっすよね、みたいな話をですね、えー、経営者さん、個人事業主さん、えー、アーティストさん、クリエイターさん、芸人、えー、バレエダンサー、 え、役者さん、歌手に向けてお話しさせていただきます。えー、テーマが4つあります。言いますね。1つ目が続 VIP 戦略。これは夢と金っていう本で VIP 戦略について語ったんですけれども、それの続編というか、もうちょっと続きがありますよ。まあ、夢と金で書ききれなかったことですね。続 VIP 戦略について。そして2つ目は AI とアンカーですね。アンカーって一体何なのっていう。 この AI 時代に抑えておかなきゃいけないポイントについて喋ってます。で、三つ目がスローヒット戦略ですね。えー、我々が今、だいぶ力入れてやっている、えー、ことでございます。で、四つ目は、販売とは何か。もうこれは、えっ、ー、と、サービス提供者全員に。 えー、関係するお話でございます、えー。以上4つの話をさせていただきます、えー。興味がある方はですね、ピクチャーブック、クラウドファンディングのピクチャーブックから、えー、検索してみてください。オンライン勉強会でございます。チケットは3500円となっております、えー。募集は残り4日なので、えー、お早めによろしくお願いします。そしてもう一点イベントのお知らせでございます。本日ですね、本日、えー、 と、お昼過ぎからですね、舞台テイラーバートンのディレクターズカット版の上映会がお台場の映画館でございます。私もですね、えー、舞台挨拶で出て行かせていただきますねで、お客さんがね、早めに入ったらですね、ちょっと早めに登壇しようかなと思っておりますんで、まあ、あのー、興味がある方はぜひぜひでございます。チケットは2000円となっております。家族で楽しめる内容となっております。エログロございません。ただただ、 えー、楽しい、えー、宮坂博之さんとか木下さんとか、えー、たくさんの俳優さんのドタバタ劇が見れる、えー、1時間半でございますんで、よろしくお願いします。チケットを求めの方は、えー、チムニータの公式ホームページのオンラインストアからチェックしてみてください。よろしくお願いします。そんなこんなで、えー、本題に入りたいと思います。今日はですね、諦める権利についてのお話ですね。えっと、先日の放送でお話しさせていただきましたが、 キングコング結成の地でもあるですね、まあ、金庫の丘とか呼ばれたりしておりますね。えー、大阪平野の夜景をですね、独り占めできる、もう一望できる夜景スポットに、星の絨毯っていう VIP ラウンジを作る計画が進んでおります。えー、こちら勘違いされてる方もいらっしゃるので、改めてね、僕の方から2点だけお伝えさせていただくと、1点目はですね、えー、これはチムニータウン主導のプロジェクトではないっていうことですね。 星野絨毯の運営というのは別会社で、僕ら、チビニタンはですね、プロデュースっていう形でビジネスモデルの設計だとか、えー、デザイン、そして販売の、えー、お手伝いをさせていただいております、えー。僕らはそ、そういう形で参加させていただいておるっていう感じですね。で、2点目はですね、建設、えー、星野絨毯のこの計画、建設がですね、決定しているわけではないっていうことですね。 これはですね、クラウドファンディングの、えっ、ー、と、オールアナッシングと同じ立て付けで、まずは仮予約っていう形で、ニーズを探らせていただいて、そこで仮予約がある程度集まれば g 集まらなかったらなしっていう感じですね。まあ、なしって言ってもですね、星の絨毯を作る予定の場所はですね、現在、えー、両手の大広間として使われている場所なので、まあ、引き続き両手の大広間として使われるっていう感じですね。特に大きな損失があるわけでもないです。まあ、 建設っていうか、両手の大広間の,の内装工事をする、建物をゼロから作るっていうわけじゃない、大広間の内装工事をするっていう感じですね。なので、えー、星の絨毯プロジェクトがおじゃんになればですね、そのまま両手の大広間として使われるっていう感じでございます。まあ、ただですね、星の絨毯、えー、この VIP ラウンジという選択肢がないよりもあった方がいいよねっていう感じで、えー、関係者は今燃えておるという感じでございます。 さて、そんな星の絨毯はですね、えっ、ー、と、VIP 会員、これはですね、1年間のお好きな3日間、えー、かける7年の21日間、とですね、VIP 会員とですね、あとは、1日利用券、これ有効期限3年、3年間のうちに、どっか好きな1日使えますぜっていう、1日利用券の、えー、2パターンで仮予約を受け付けておりまして、えー、2、3日前にですね、この1日利用券の仮予約をスタートさせ、 たところですね、えー、今日の時点で、今の時点で、112件のご予約を頂戴しておりまして、大変な騒ぎになっております。まあ、詳しい話っていうか、ちょっとえぐい話はですね、オンラインサロンに書いたし、えー、ボイシーのプレミアム放送でも話したので、まあ、そちらで確認していただくとしてね、一つ確かなことは、中身は変えていないのに、売り方、打ち出し方を変えた瞬間に、めっちゃ売れたっていうことですね。 星の絨毯の話は結構前から知ってたんです。オンラインサロンの中でも結構知ってたんです。だけど、そこまで予約数は振るわなかったんですね。で、これに対して僕はですね、まあ完成前だし、内覧会もないしね、まあこんなもんなのかなと思っていたんですが、えー、どうもそうじゃなかったと。 年末にやってる天才万博をですね、音楽フェストはせず、忘年会と打ち出した瞬間に、みんながですね、いや、どうせ忘年会するんなら天才万博の会場でやるかってイメージしてくれて、チケットが売りやすくなったみたいな話があるんですけども、今回の星の絨毯でも、えー、同じようなことが起きたと。これ意外と聞いたのがですね、えーと、結婚式の二次会で使う方がいらっしゃるそうですっていう発信で、この発信を受け取った方がですね、そうか、星の絨毯って大勢で借りたらいいのか 大勢って借りたら、あの、一人頭、これ安いじゃんってなって、そうイメージしてくださったみたいで、えー、今回の予約爆発につながったと。で、この結果を受けてね、こっからが本題なんですよ。この結果を受けて、打ち出し方を変えたら売れたラッキーっていうのは、ちょっと僕は違う気がしていて、やっぱりね、予約数が振るわなかった時に、まあ、完成前だし、内覧会もないし、こんなものなのかなと思っていた、 自分の失敗をですね、認めなくちゃいけないと。あの、後輩たちはですね、あの、僕の一挙一度を見てるんで、うん、やっぱ、諦める権利はほぼ手を尽くした人間にしかないっていう姿勢を、えー、見せるべきだったなぁと反省しております。で、今日の放送でね、えー、まあ、自分の失敗を棚に上げて皆様にお届けしたいメッセージは何かっていうと、 まあ、あの、コンテンツの商品の内容ではなくて、打ち出し方でつまずいている可能性が、まだまだあるんで。まだまだあるので、あなたのサービス、商品の打ち出し方を、改めて見直してみてくださいって言ったところですね。なんか、コンテンツがしょぼくて売れないだったらもういいじゃないですか。それ諦めつくじゃないですか。ただ、その打ち出し方を間違えているとか、パッケージを間違ってるとか、 そこで、まあな、なんならターゲットを間違ってるとか、そういったことでその商品、作品、サービスが、えー、終わってしまうのは、それは悔しいでしょう。なので改めて、えー、打ち出し方、見直してみてくださいって言ったところですね。 まあ、VIP ラウンジ星の絨毯がですね、実際に作られるのかどうかは、まだまだ分からないですが、まだまだわかんないよ。だけど、今回の打ち出し方の変更によって、首の皮1枚可能性が残ったって言ったところでございます。で、さっきも言いましたが、星の絨毯、この VIP ラウンジという選択肢がないより、 あった方がいいと思うんで、本当に綺麗なんでね、その場所が、まあ、もしよかったらですね、宣伝のお手伝いをお願い、えー、したいなと思っております。えー、YouTube でですね、星の絨毯で検索すればですね、あの、イメージ動画が出てきて、その動画の概要欄に予約フォームのリンクが貼られているんで、あの、VIP 会員っていうのと、えー、1日利用券っていうの、その予約フォームがそれぞれ貼られておりますんで、えー、なので、その動画をとシェアしていただけると嬉しいです。ゴルフ場の中にある施設なので、もちろんですが、 えー、ゴルフをやられる方にもおすすめでございます。そんなこんなで、引き続きですね、星の絨毯を追いかけて、えー、その様子を皆様に共有していきたいなと思っております。プロジェクトを実現させるための西野のあの手この手がですね、皆さんにとっての手触り感のある教科書になれば幸いでございます。というわけで今日はですね、諦める権利は、 ほぼ手を尽くした人間にしかないっすよっていう、えー、はを込めてお話しさせていただきました。オンラインサロン西野明弘エンタメ研究所では、西野明弘が現在手掛けている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2、3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野明弘でした。じゃあ、まったね すみません。最後にお知らせをさせてください。えー、本編の方でもお話しさせていただきましたが、星の絨毯ね、えー、実はですね、日々ですね、アップデートしておりましてですね、あのー、動画を、えー、この概要欄のリンクに貼っておきましたんで、動画で確認していただきたいんですけども、もともとはですね、えっ、ー、と、まあ、ジャグジーブローがあるんですけども、このリビングとジャグジーブローの間がガラス張りだったんですね。 ですが、えー、男女の利用、男女グループの利用のこととか、で、利用される方もいらっしゃるだろうし、ご家族で利用される方もいらっしゃるだろうから、 このガラス張りのところはですね、もうガラス張りはやめてですね、ちゃんとお風呂を隠す形で、当然お風呂から夜景は見れるんですよ。ただ、リビングからお風呂は見れない。えー、お風呂からリビングも見れないように、えー、だからエロさが若干なくなったっていう感じですね。でも、まあめちゃくちゃ重要だなと思ってて、まぁ、あ、この間、えー、先々週か。 えー、僕、合宿したんですけども、ミュージカルのね。そこで、なんかそういった配慮をいろいろ見たときに、やっぱ絶対そっちの方がいいなと思ったので、なので、えー、上がってる動画とは若干内容は 変わっておりますが、えー、いいように変わってますんで、その辺、えー、配慮していただけたらなと、えー、考慮していただけたらなと思っております。えー、星の絨毯の、えー、紹介 VTR、VTR じゃないか、動画はですね、この概要欄に、えー、このチャプターの概要欄の方にリンク貼っておきますんで、そちらからチェックしてみてください。そしてその動画の概要欄の方に、えー、いろいろ書いておりますので、 なんかサービス内容とかね、場所とかね、書いておりますんで、チェックしていただけたらなと思っております。えー、それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野明宏でした。じゃあ、まったね